十個目の神様とのお約束。神様との十個目のお約束はね、君に愛の温かさを伝えるってことなんだ。もしかしたら君が僕との最後のお別れの時に、僕を見ているのが辛くて、そばにいてくれなくなっちゃうかもしれないんだって。僕、君とのお別れの日のことを考えたら、悲しくて、ポロポロ涙が止まらなくなっちゃったんだ。そしたらね、神様がそっと優しく僕を抱きしめてくれたんだ。僕、神様の腕の中が暖かくて安心して涙が止まったんだ。暖かいってすごいね。僕も君が泣いちゃっても最後まで君のことを温めてあげるね。だからね、お願いがあるんだ。僕がお別れする最後まで君もずっとそばにいてね。君が撫でていてくれたらお別れも辛くないよ。神様がね、温かい命のことをぬくもりって言うんだよって。本当の幸せはすぐそばにあるぬくもりの中にあるんだよって。僕は君の優しいぬくもりに包まれてとっても幸せだったよ。忘れないでね。君と僕との秘密だよ。